二階ホテル入口ホテル正面玄関、ロビーホテル日光関西空港は、大阪府泉佐野市の関西国際空港内にあるホテル。1995年6月24日にホテル関西空港として開業。同年9月に現名称に改称した。第1ターミナルに隣接するエアロプラザ内に位置し、同建物の1階から11階までを占める。ホテルの運営は、 大倉日光ホテルマネジメントが行っている。第一ターミナルとは、徒歩で約4分程度、西日本旅客鉄道と南海電気鉄道の関西空港駅からは、徒歩約2分程度の距離にあり、また、第二ターミナル行きの連絡バスも、フロントと同フロアであるエアロプラザ1階より発着している。いずれも雨に濡れることなく行くことができるアクセスの良さを、誇る。 関西国際空港の第一ターミナルに隣接する便利な立地にあることから出発前や到着後の乗客のほか関西国際空港に乗り入れる各航空会社の乗務員の利用も多い。なお、関区クラブカード会員は基本宿泊料金20%割引、飲食10%割引の特典がある。4階から10階に576室の客室がある。 第二滑走路に面した客室は第二滑走路や大阪湾が見渡せる。他にも隣接するエアロプラザ内に各種レストランや24時間オープンしているコンビニエンスストア、ローソン、レンタカー会社のカウンターや歯科診療所などがある。ありがとうございます。